うちは例えば青森も作ってましたし、麦焼酎も作ったことあるんですよ。であとリキュールとかも作ったんですけど、お酒以外でないのかなってずっと考えたら、沖縄にお酢屋さんがないなと。で僕はそういう知識も周りも環境もあったので、チャレンジしてみようと思ってずっと考えて、それで作り上げてきたのがこの形なんです。やっぱりベースがお酢ですし、で例えば癖のあるお酢なので、要するに味があるお酢なので、これをうまくこの飲みやすいように加工していくのがすごく大変でしたね。結構時間がかかりました。もう美味しくなるのにするためにもういろんな試行錯誤が、製造で言ったら品質を安定して作るっていうのにすごく苦労はしてますよ。結局時間かけて発酵させるので、ちょっと失敗すったらずっと変わるじゃないですか。だからそれをこうやっていくのには、現場の苦労というのはものすごく大変ではあります。水で割るのもいいですし、あとお湯とかですね、お湯で割りますと、体がこうほかほかしてくるのもありますし、炭酸入れるとよりこの炭酸の刺激で飲みやすくなるというのもあります。あと昔からのように牛乳入れるとヨーグルトっぽくなるとか、そういうこういろんなやり方がありますので、今言われたこのやり方でちょっといろいろ試していただければと思います。沖縄で実質初めてのお酢となりますけど、それにしましても、他の例えば日本国内にあるお酢に比べてもアミノ酸が非常に多くてですね、味もまろやか、酢酸の刺激値も少ないですし、非常にこう飲みやすく仕上がっておりますので、ぜひご賞味いただきたいというふうに思います。